ロビージャーディンハウスは、香港の香港島の中間に位置する超高層ビルで、ある。設計は、戦前の上海の共同疎開、ワイタンにて、多くの建物を設計したことで知られている P&T グループ。ジャーディンハウスは178.5メートルの超高層ビルで、コンノートセンターとして1972年に、完成した。1700個をコスマるい窓が、 特徴的なビルである。1973年のオープン当時はアジアで最も高いビルであり、また、1980年にホープウェルセンターが完成するまでは、香港で最も高いビルであった。このビルには、ジャーディン・マセソンの本部が入居しているほか、上海などのデビットタンの事務所なども入っている。隣接するジャーディン・マセソンの旧本社跡には、ジャーディン・マセソングループの参加の マンダリンオリエンタルホテルグループが運営するマンダリンオリエンタル香港が立っている住所20ペダーストリートセントラル香港アイランド回数16回住所1コノートプレイスセントラル香港アイランド回数52回ありがとうございます